木更津港。木更津港は、千葉県木更津市及び、秘密市、富津市にまたがる、港湾法上の重要港湾、重点港湾である。高速法上の特定港に指定されており、日本三大港湾、国際バルク戦略港湾、総合常務物流拠点港に含まれる。港湾管理者は、千葉県。近年では、京洋工業地帯の一翼を担う工業港に、 限らず、港アシスキサラズとして、港一帯を港アシスに登録し、マリーナ、旅客ターミナル及び交流拠点施設として、キサラズ、海駅及びキサラズマリーナが整備された。大型クルーズ船、パシフィック、ビーナスの入港を機にクルーズオブザイヤー特別賞を受賞した。港の玄関口に浮かぶ中の島にかかる中の、島大橋は、恋人の聖地に指定されており、 浸水空間と共に、本港の良好な支店場となっている。東京港の東岸のほぼ中央に位置し、古くから物資の集産港として栄えてきた。京洋工業地帯の一翼を担う工業港として、重点整備が進められ、臨海部に立地する鉄工業などに関連した外貨物や砂、砂利などの内膀貨物を中心に取り扱っている。日本三大港湾の一つとして、 千葉県南部地域における経済社会の基盤及び横浜港、川崎港、横須賀港、東京港、千葉港と共に都県の発展に重要な役割を果たしている。港湾管理者は千葉県。国連欧州経済委員会ニーズが制定している開港コード UN ローコードは JP クーズ。港湾区域としては木更津市、君津市、 ふっつの三市にわたり、背後地には各都市の市街地が所在し、これら三市の人口は合わせて約27万人を数え、海岸延長は2 8 4 4 7トルに及ぶ。2014年、平成26年1月15日の港湾法の改正により、東京湾の開発保全航路が拡大したことに伴い、水域面積は約7300ヘクタールとなる。 1960年代からは、京葉工業地帯の発展に伴い工業港として開発が進められ、工業用地などの造成、外内防布等の整備が逐次進められており、1968年、昭和43年には、関税法の開港用重要公湾の指定を受ける。さらに重要公湾の中でも、重点的に投資する選択と集中を、 港湾政策にも徹底するという目的で、重点港湾の指定を受ける。鉄工業の国際競争力強化を図るため、2011年、平成23年5月31日に、国土交通省から国際バルク戦略港湾に選定され、主に鉄鉱石の輸入を目的とし、ベロック級、大型の鉱石船、バラ積み貨物船が入港できる、岩壁、白地、 航路などの港湾機能を有する拠点港としての整備が行われた。1975年、昭和50年に完成した中の島大橋は日本で一番高い歩道橋であり、恋人の聖地に指定されている。鳥居崎海浜公園と木更津港に浮かぶ中の島とを結ぶ歩道橋であり、木更津港の玄関口にあたり、木更津港から東京湾へ出入りする船舶はこの橋の下をくぐる。 ことになる。江川海岸からは、日更津港、二日緑発電所方面の工場夜景を見ることができる。自衛隊記念日行事である、観艦式には、停泊地である本港に、試験艦アスカ、護衛艦町会、護衛艦金剛など、官邸の一般公開、停泊港では、伝統観測なども行われる。港内は、江川地区、あ地区、 内港、木更津南部地区、君津地区、富津地区の5地区に分けられている。木更津港湾範囲には、漁港や釣り場として指定もしくは故障されている港も、あり混同しやすい。農林水産省水産庁による、港湾範囲において漁港に指定されている港は、牛込漁港、金田漁港、三立港、小糸川名港が、第一種漁港に指定されており、富津漁港、富津北港が、 第二種漁港に指定されている。釣り場としては、アゼト港、ドンホリ港、キサラズ市、フッツ新港、フッツ市などが一般故障されている。キサラズ港の内港であり、キサラズ港の拠点地区。八幡製鉄所、現新日鉄住金の進出やキサラズ南部地区の整備により、キサラズ港は現在の港勢となった。1965年。 昭和40年により、木更津港川崎港間に就航していたフェリーは1997年、平成9年12月の東京湾アクアラインの開通に伴い廃止となった。市街地に近い地理的有利性を生かして、浸水空間の整備を積極的に行っている。木更津南部地区は、約460ヘクタールの面積があり、混雑している内港の再開発と一体となって、 整備を進めている地区。水深4.0メートル物上げ場及び、水深5.5メートル岸壁4バース、水深7.5メートル岸壁2バース、水深4.5メートル岸壁4バースを供用中で、あり、山砂の積み出し基地として利用されている。さらに、外防機能強化として2バース目の水深12メートル岸壁260メートルを、平成20年に供用開始。 福津地区は、電力、金属製品、一般機械器具製造業などの立地が計画されている。地区内には、東京電力福ツ火力発電所が稼働しており、エネルギー供給基地としても重要な役割を果たしている。火力発電所としては、国内第3位の創出力であり、世界でも最大級の火力発電所である。東地区に立地する。 企業軍の利用のため水深5.5メートル岸壁4バース、水深7.5メートル岸壁2バースが整備されている。そのうち1バースは耐震バースとなっている。木更津の津が船着き場を意味する言葉であることからもわかるように、木更津港は古くから開けた港であった。中世には房総から鎌倉に登る都線上として栄える。江戸時代に入ると、 徳川家康から1614年、慶長19年大阪の陣で活躍した、木更津の水夫への褒承として、江戸、木更津間での都船営業権などの特権が与えられた。これにより、江戸との往来が頻繁となり、木更津が、数佐、安房の海上輸送の玄関口として繁栄していった。海上輸送が発達した江戸時代に主に、東京湾内の輸送にご大力船、 長さ31尺、約9.4メートルから65尺、約19.7メートルほどの小型回線が活躍し、武蔵、伊豆、相模、安房、上ズ下宇佐海辺で、国類や、新館などの運送に用いられるほか、人を乗せて、旅客輸送も行っていた。江戸日本橋本船長の菓手と、上佐国木更津村間で、火脚輸送を行っていた船は特に、 木更津船と呼ばれ、葛飾北斎の浮世絵である、富岳三十六系の佐藤氏の回路、歌川広重の浮世絵である、三回見立相模の数佐木更津にも描かれている。木更津船は特に関所を通ることなく往来できる利点があった。港の様子は幕末安政年間にその船歌をもとに、木更津出身の話か、木更津手流勢が、 江戸の講座で歌い、江戸界隈で流行した、サラ・ツ津ンクに歌われ、このジンクは、安世紀、1854年から1860年に、江戸で流行した。木更津海岸からは、三浦半島や遠く、富士山も望むことができる。風景の良さから、観光地あるいは、保養地としても知られ、芝交換の絵馬、木更津裏の図などにも描かれる。 明治時代に入ると、東京への海上交通の手段として、木更津東京間の就航が開始される。1887年、明治20年、東京汽船株式会社が木更津と東京、横浜間の定期航路を引き継いだが、遠浅の他大型船の出入りできず、小型船による御用筋を利用して、航行を始める。木更津は、航路の浚渫と防波堤を築造し、 1912年、明治45年に完成した。同年、大正元年、蘇我木更津間に鉄道が開通し、海運は次第に推備した。1926年、大正15年5月27日、内務省国時代131号により、公有水面埋め立て法に基づく指定校となった。1934年、昭和9年には、 港の北側に日本海軍の部隊の一つである日本初の陸上攻撃機部隊として、木更津海軍航空隊の飛行場、現在の木更津トン地が建設され、これに伴い工事も大規模になり、航路、白地、防波堤、護岸が竣工した。港内防波堤、三橋を築造し、航路、白地を浸設指向の整備を図った。1953年、 昭和28年3月25日、港湾法に基づく地方港湾に指定され、港湾区域を決定し、千葉県が港湾管理者となった。その後、君密町、現在の君密市地先に新日本製鉄株式会社が、進出、東京湾フェリー株式会社、日本カーフェリー株式会社が、横浜間、川崎間に就航した。1968年、 昭和43年4月1日、政令第56号により、関税法上の開港に指定され、公安法に基づく重要公安に指定された。開港に伴い、定められた制度により、以下の指定を受ける。さらに、以下の機関が設置された。公安管理運営業務が、千葉県開発庁に委任され、公安工業用水局。 機密港湾工業用水道事務所がその任に当たり、その後、港湾管理運営業務が千葉県土木部に移り、木更津港湾事務所が設置された。1970年、昭和45年12月24日、法務省設置法の改正により、東京入国管理事務所を木更津出張所に昇格した。昭和後期に入ると、本格的施設整備が始まった。 1973年から1988年の間に完成し、供用を開始した施設を下記にまとめる。1975年、昭和50年に完成した中の島大橋は日本で一番高い歩道橋であり、恋人の聖地に指定されている。鳥居崎海浜公園と木更津港に浮かぶ中の島とを結ぶ歩道橋であり、木更津港の玄関口にあたるため、 木更津港から東京湾へ出入りする船舶はこの橋の下をくぐることになる。1978年昭和53年3月31日に木更津港内富津地区公有水面の埋め立てが免許され、同年4月7日に木更津港内富津地区公有水面の埋め立て工事に着手した。その後、関税法自主管理適用法税地域、 8475平方メートルの指定を受け、高速法に基づく港域の拡張及び、普通航路の指定を受けた。平成時代に入るとさらに港施設、港湾緑地整備が始まった。1989年から2014年の間に完成し、供用を開始した施設を下記にまとめる。周辺の交通網も整備が進み、1997年、 平成9年頃には、東京湾、アクアラインや、東関東自動車道関山道が開通した。南部には、新日鉄住金機密製鉄所があり、水深19メートルの木更津航路や水深14メートルの富津航路を活用した、首都圏港湾、全国港湾との交易及び、関連産業による港湾物流ネットワークが形成されている。2003年、 平成十五年四月、総合上脈物流拠点港リサイクルポートの指定を受け、さらに翌年の七月には、改正 SOLAS 条約に対応した、不当保安対策を開始し、木更津不当、富津不当を整備した。さらに二千六年、平成十八年三月三十一日、木更津港湾物流効率化特区が認定され、その後、ヨット、プレジャーボートの係留をはじめ、 地域の拠点として、木更津、海の駅、木更津マリーナを整備し、東地区及び木更津南部地区の一部が、港はしすき更津に登録された。港湾活動の高度化、効率化、さらには、市民が海と憩える場の創造等の整備を図るため、港湾計画が2010年、平成22年3月に改定された。計画の基本方針は、 千葉県南部地域の産業、物流の拠点として、またエネルギー供給拠点として、物流機能の充実を図るとともに、物流、観光、交流、アメニティ、環境、防災の4つの機能が融合した魅力ある港を実現するために、取扱い貨物量7-090000 00トン、船舶乗降旅客数約5万人と整備目標を、定め事業化を図っている。 鉄工業の国際競争力強化を図るため、2011年、平成23年5月31日に、国土交通省から国際バルク戦略港湾に選定され、主に鉄鉱石の輸入を目的とし、ベロック級、大型の鉱石船やバラ積み未貨物船が入港できる、要、岩壁、白地、航路などの港湾機能の整備を有する拠点校としての整備が行われた。 2013年、平成25年1月には、ブラジルベール社が運行する、大型鉱石船、通称ベールマックス、最下重量40万2000トンが寄港した。近年、木更津市は豪華客船の誘致を積極的に行っており、2017年、平成29年、豪華客船、パシフィック・ビーナス、全長183.4メートル、 26,594トンが、木更津港に入港した。2018年、平成30年3月、江川地区、東地区及び南部地区の一部の区域が、木更津市都市計画林港地区として決定した。例年8月14日、8月15日の2日に、渡って、木更津港祭りが開催される。例年の来場者数は25万人を越し、 県内でも大きな祭りとなっている。祭りのフィナーレを飾る花火大会は関東最大級の規模である特大スターマインと尺玉の連打が圧巻。例年9月には港木更津海祭りが2日間にわたり木更津港内港部に浮かぶ木更津内港公園木更津根島で開催される。この催しではプレジャーボートミニボート カッターなどの体験場船会やハゼズリ大会、黒大の稚魚放流、天物の自然観察会など、海に親しむ催しと地元の産物、水産物の展示即売会や屋台、ステージプログラムなどの内容で実施される。1980年、昭和55年3月22日、監督船、数差、19.03トンを建造。1995年、 平成7年2月、清掃船、清見、16トン号建造。木更津港の公共岸壁は、あず地区と木更津南部地区及び、ふつ地区に分かれており、あず地区には、水深3.0メートルのものを挙げば三橋が、総延長723メートルある。木更津南部地区には、 水深4.0メートルのものを上げば362メートル、水深4.5メートル岸壁240メートル、4バース、水深5.5メートル岸壁360メートル、4バース、水深7.5メートル岸壁260メートル、2バース及び、水深12.0メートル岸壁500メートル、2バースがある。また、富津地区には、 水深5.5メートル岩壁360メートル4バース及び水深7.5メートル岩壁260メートル2バース、うち1バースは耐震強化岩壁があり、その他に砂場基地176,411平方メートル、のずみ上85,979平方メートルが利用されている。2017年、平成29年より、 公共不当の H 岸壁から大型クルーズ客船が試験的に運航がされている。クルーズ船の誘致に取り組むキサラズ市は大型クルーズ客船パシフィックビーナス全長183.4メートル26,594トンによるキサラズ後発のクルーズを2年連続で実現させたことや利用者の約8割がクルーズ旅行が 初めての新規顧客だったことなどが評価され、日本外交客船協会主催による、クルーズ・オブ・ザ・イヤー2018の特別賞を受賞した。今後、大型客船を宿泊施設として活用するホテルシップを想定し、客船を公募する準備を進めている。初期港2017年、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。